はい、バイバイ。はい、本日は、はい、日々の幸せって何ですかゲームでございます。やったー。そういうこと、そういうことですよ。はい、これはですね、日々にある小さな幸せを3つ発表してもらい、最後に幸せとは何かをガツンと発表していただきます。それで一体誰が本当の幸せを知っているか、本当の幸せ、そこがちょっとね、重いね。そうですね、それを判断するゲームでございます。まあ投票により1位を決めるということですね。わかりました。それでは日々の幸せを3つお願いします。はい、ですね。はい、書いておりましたんで、それでは書いてる間もちょっと楽しい気持ちやっぱいろいろ探した方がいいんだね。3つのやつに10個ぐらい食べる日々の幸せね。では、それでは3つずつ発表していきます。じゃあ僕からちょっと交代しました。はい、では発表します。はい、佐々木さん。1つ目、電車で座った時にたまたま隣に座った女性からずーっといい匂いがしていた時。わかりますけど、乗ってる間中ずーっとなんかいいの、楽しいの、わーっとね、女の子のね、そう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 、匂いがする、それはたまらん。もうなんかもう勝手にこの子彼女になった時のそう、ここまで来ますよね。はい、妄想がね。で、2つ目、休日外が土砂降りの雨なんですけど、家の中に食料もあって、今日一日外に出なくてもいいやっていう。あ、それはいい、それはいい。おお、ずっとそう思えてる、その一日ずっと幸せです。それ俺ちょっとないな。あ、本当？いや、俺ありますよ。で、3つ目、能年レナちゃんが CM で、はい、今ドラゴンクエストの CM やってるんですけど、はい、仲間にしてよって言ってくる。もうこれを見たとき、すげえ、すげえわかる。え、本当？わかるんだ。スライムの着ぐるみ、そんなに、そんなに、ダブシタロ、ダブシタロが全然わかんない。仲間にしてよって、知ってますか？その見せ見たことないですよ。能年レナちゃんがスライムのカバンを持って仲間にしてよって言ってくるんですよ。するよと思うんですか。そう、もちろんするよと。いいよいいよっつって。うわ、ちょっとこれ俺書かなかったけど出されたか。そうです。いや、はい、僕はそう、はい、補足っていうか、その仕事の帰り、あの自動販売機があって、今あのカルピスの CM で能年レナちゃんがやってますね。それを仕事の帰り毎日見て癒されてるんで、すごいわかります。あれいいよね、強くなるからさ。そう、なかなか。あ、じゃあ結論いく。はい、じゃあ3つで、はい、はい、結論はですね、自分にとって幸せとは、はい、刺激。おー、へー、これただ単純に刺激だと思います。まあ殴られて幸せを感じる人もいるでしょう。なるほど。ちょっとした変化があるってことだけだと思うんです。これも刺激ね。あ、そうですか。はい、じゃあ続いて寺島さんお願いします。はい、僕この3つですね。僕はですね、視察あるじゃないですか。視察買ってきた時に、なんか1個だけたまにカニがあって、小さいカニが、あれは嬉しいですね。え、何のシラス？シラスのピンクのやつね。そうそう、ピンクの。嬉しいですか？シラス、タコみたいな。シラスを買ってくるんですよ、パックで。たまに小さいカニとかタコが入ってる。そんなの？タコみたいなのが入ってるからすごく嬉しい。ちょっと壁入ってる、入ってるじゃない。これ入ってる。あれがいろいろ作ってくる。そうですか。それは確かに、なんか。シラスね。シラス。で、次はですね、便秘後に出すうんこですね。それはすごく気持ちがいい。それはそうだ。幸せです。あ、そうだ。俺便秘になったことないから。出すっていうね。あ、それは分かる。4日目が一番いい。生産したわーっていう。それは分かる。出すって途中で味わってみたいな。どっちかっていうとこう、ゆるい方なんで。あ、そうだ。ゆる。気持ちいいんですか、やっぱり。じゃあ我慢してみるといいんじゃないですか。まあ我慢はしたことある。我慢して最後はすごく気持ちいいでしょ。それブログにも書きましたけど。書くやな。で、最後はですね、偶然降りた駅の古本屋でお目当ての本を見つけた。おお、嬉しいじゃないですか。欲しかった本があった。あ、それはこんな偏僻なところにあったって100円ぐらいポロッて買えちゃうんで。そうそう、それがたまらないですね。それは嬉しい、確かに嬉しい。この3つです。最後この3つを踏まえて僕が小さな幸せとはオナニーです。自己満足。なるほどね、なるほど。幸せの感じは自己満足なんですよ。言葉が、言葉がね、幸せは自分で見つけるものなんです。それはまあ自己満足だよ。なるほど、そういうことです。なるほど。はいはいはい。では、林野さんお願いします。はい、僕はまずやっぱり、ね、食べることがやっぱり幸せだと思うんですけど、はい、その中で何かなと考えたら、うん、うちね、炊飯器があんまり調子が良くないんですね。はい、だから、うん、結構ご飯の安定感がないんですけど、切ない。はい。そのご飯の硬さがちょうど固めに炊けた時に、しかも今日カレーだった時っていう。基本的にご飯の炊き方は分からない。炊き方は、いや、ある程度コントロールはできるけど、はい、そ
できないんです、絶妙なカレーには。炊飯器がダメな分、そう、その反動だ。しかもその日カレー今日作ったよっていう時に、はいはい、ご飯の量の日とユールワインかね、そうそうそう、ね、その時気持ちいいね、うん、はい、でこれは、次はお風呂に入る前にクーラーつけといて、うん、で、熱い風呂に入って、うん、クーラーの部屋に戻る。あー、いいですね、やっとね、うん、これはわざとやる。ちょっと前までは扇風機とかだったんですけどね、今はクーラーとかね。そうですね、うん、そうそうそう、なるほどね、みんな、わかるわかるわかる、ここまではね、いいと思うんですけど、次は、うん、もしかしたらどうだろうとは思ってるんですけど、はい、あのゲーム、中古ゲームショップに行って、うん、スーパーファミコンとかのワゴンセールみたいなのはあるじゃないですか、はい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 、あでもワゴンセールじゃない、ケースに入ってるのでまあいいんですけど、まあはい、うん、そういうのを見てて、マリオとかドラクエってやっぱり高いなって思う瞬間あー、わかる、わかる、幸せじゃない、ちょっとわかる、いや、これね、安心感なんです、俺なんでかって考えたら安心感、うんうん、あ、そう、こういう、なんか、いろいろ理不尽なね、うんうんうん、なんでこんな情報を売り買いするんだみたいな、うん、あるじゃないですか、わかりますよ、そんな中で、でも、世界はやっぱりマリオ、ドラクエに高い値段をつけてくれるんだ、高評価なってこと、そういうことかなと自分で分析しました、わかるわ、正しいことをしてくれてるっていうこと、スーパーファミコンですよ、もうマリオ、ドラクエ何千円とかしたりしますから、しますよ、高い高い、その、はぁ、よかったなっていう、買わないですけど、別にいいものがね、そうそうそう、評価されてるっていうっていうことなんですかね、なんかわかんないですけど、これやっぱり、おぉ、いい、あ、やっぱ高いなって言いたいっていうね、そういうことです、はい、あ、で、幸せとは、幸せとは、自分の意思で、なんとかなる範囲での嬉しいこと、あ、手に入る範囲、うんうん、そう、うん、あ、そうそうそうですね、そうそうそう、急に予期せぬことって、例えば100万円拾ったとかよりも、自分の位置でちょっと何とかするっていうぐらいのそこまでのことね、いいのかなっていう、うん、なるほどでございます、わかりました、林さんお願いします、はい、わかりました、一つ目、二度寝です、あー、これはね、あー、そうだよ、これはいいな、こんな、あんな心地いいことあるかっていう、そうね、二度寝していいっていうことほどね、やっぱ幸せ感じるとき僕なかなか時間の余裕とか、ね、そうですもうあれ、起きたときはどう、二度寝から、いや、もう僕はそれでもいいですよ、あ、それでも大丈夫、それでも大丈夫、ちょっと気だるくなってるし、そう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 、もう今日あと何時間みたいになるけど、うん、それでももう僕は大丈夫、やっぱあの瞬間のためにこの気だるさはあるんだと思うそうそうで、続いて、はい、お菓子がうまいお菓子、例えばどんなお菓子、これやっぱ駄菓子みたいな、はい、まあ、その本当にちょっとしたお菓子が結構買っても、あ、今日ちょっと甘いもんじゃなかったけど家にあるのチョコレートだったなとか、うん、あんまマッチしない時があったりするんだけど、うんうんうん、その買っといたはいいけど、うんうん、それが今日しょっぱい硬いやつがいいんだよなっていう時にちゃんとポテトチップスあるとか、うん、あ、自分のそのコンディションに合ったお菓子があると、はい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 、うわ、うめえうまいもんうめえっていう、うまいもんうめえ、すげえうまく感じるんだよ、分かります、分かります、同じうまいもんでも今日食べる時と、うん、この例えばダメな時も確かにダメな時もあるんだよ、わかります、それもわかる、それがうまい時に来たら、うん、起きたっていう確かになるほど、はい、で、続いて、はい、めちゃくちゃいい天気うこれね、用事がない時でも外見てめっちゃ晴れてるとちょっともう勝った気になるんですよね、うん、雲ないって一切家から出ないのに雲ないから出ないんですか、あれはもう普遍の幸せだねそうそうそう、出る時はもちろん心地いいんだけど、うん、出なくても見ただけでなんか、まあまあ、そりゃそうですよ、やったっていう、テンション上がるの、曇り空で、そうですね、その3つ、はい、で、僕が幸せと思うことは、うん、無駄と思える事柄に素敵さを感じることです、あ、なるほどね、そう、一見二度寝もそうですけど、うん、無駄しちゃったなとか、うん、おかしたみたいな太っちゃうかもなって思うようなことに、うん、わぁ、嬉しいって思えることが幸せです、うんうん、無駄と思っちゃったらそれは、うん、苦しみになっちゃうけど、うん、そういうことです、僕は、はい、はい、では、はい、指差ししましょうかね、わかりました、みんなもうわかるからなそうなんですよね、ちょっと聞けづらいけども、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ、はい、せーの、はい、カジノさん、さん、お、カジノさんのね、いや、おー、やったー、やったー嬉しい、カジノさん優勝、この中で最も幸せが何かを知っている男、それはカジノさんです、すごいな、なんか自分の意思でなんとかなる範囲での嬉しいことです、うん、いいじゃないですか、ありがとうございます、ただ
はい、なんです。俺は能年玲奈ちゃんもうやられたと。あれでもうあれだけでもやられたと。ちょっと待って。そういう気持ちがすごいある中勝ってます。すごい、はい、能年玲奈さんがやるだけでこの世がどんだけ救われてんだ。そうなんですよ。二人もこんだけ怒ってる人がいるんだから。すげえな能年玲奈さん。すげえな能年。以上でございます。ありがとうございます。